はい、どうも、はい、どうも、お久しぶりです。今日は久しぶりのエスパルスの動画です。エスパルスが J2 に落ちてしまったということなんですけど、変わらず今年も応援していきたいと思いますね。ついにエスパルスのスケジュールが出たということで、こんな感じです。過密なんだよね。土日、土日、土曜日がすごい多いんだよ。んなんだかんだで、じゃ行きやすい。俺らにとってはまず開幕戦は行きたいね。チケット取れれば、チケット取れれば、ね、3月はもうジュビロしか行けないよ。でも静岡ダービーだから白熱する。あとルヴァンカップ行く浦和、うん、あと私は平日のナイトゲームも行こうかなと思ってる。一人で、うん、シュン、なんで関東は全部行きたい、行けるところは。うん、あと残念なのはベガルタ戦はどっちも平日なんだよ、ホームアンドアウェイ。ああそうなんだ。そう、まあ私はあれに行きたかったんだけどね、牛タン食べに仙台に行きたかった。そう、それ言うんだったらあともう一個、ザスパー草津群馬、どうにかこうにか行けないかなって。でも7時半キックオフってなかなかないよね。うん、月曜日有給取るしか。あ、もう温泉も入れない入ってから応援するんだろお肌がツルツルテカテカになって応援するんだろうね。そして関東の大きな一戦として国立ジェフとの折り天対決、私の仲良しの先輩を連れて行こうと思ってます。うん、あとあれだね、誕生日らへんに町田があるの。うん、あれジェフが平日で福田電車に。おお、行けることなら藤枝も行きたかったけど。行けばいいじゃん。行けるか、遠征するしかない。逆遠征します。うん、まあうちらはきっとスケジュール組んでも場面だよね。スケジュール組んでもやっぱり行けそうもないねってなったらいけないし、うん、明日行けそうだねって言ったら、あ、そう行っちゃうだろうしね。もうそれで行くし、その時にならないとちょっとわからないね、うん、そんな感じです。そんな感じです。スタジアムでご一緒した時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今年から講演会に入りました。入りました。一昨年はね、全然 J リーグ見てなかったから。私そうなんだ。で、俺も、ね、関東ぐらいしかね、うん、行くことなかったけど、東京に住んでるのでそんなにアイスタに行くことがなかったので、講演会にね、そんなに大きなメリットがなかったけど、そうそうそう、ちょっと今年は入ろうっていうことでね。そう、意外となんかダービーとかチケット取るの大変だったからね、一般だとね。うん、もうあれだね、エスパルスに来い人はこんなもん毎年もらってるわってなるかもしれないですが、ね、記念にいちゃった。記念にちょっと紹介しましょう。ね、ライト会員からスタートしてみた感じですね。ライト会員でどんなものか今年やってみようみたいな。そうだね。おお。あれでもあれなんですかね、ライト会員じゃない人とまた違うんですかね、特典が、うん、あんまりちゃんと読んでなくてすいません。まずはこちら、会員カード。おお、いいね、うん、なんかメンバーの一員になった感あるね、うん、はい、マスク、マスク、これはよくスタジアムでみんなつけてるやつ。それつけていいな。うん、これ開けてもいいの。いいよ。バスタオル、バスタオル、かわいいじゃん。おー、いいね。じゃーん、エンブレムのバスタオルです。ベランダで干すか、試合の日はいいね。うん、なんか4000円でさ、先行で取れてさ、うん、こんなにさグッズもらえてさ、うん、嬉
優しいなって思うね。そうだね、うん、そんな感じですね。今年は講演会を活用してアイスタも頑張っていきます。うん、はい、入ってたもの以上でした。ちなみに遺跡情報なんですけど、これを撮ってる現時点での段階ではまだサンタナ選手と松岡君と権田選手の契約更新のリリースはなし。そうだね、ということですが、まあ、残留濃厚なんじゃないかなという話で、うん、そうだね、うん、キャンプにも結構しっかり参加してるし、うん、優勝選手がフランスに行ってしまいましたが、それもまあめでたいことでね、うん、なんかベルギーぐらいかねって言ってたから ね、うん、ね、まさかの5代理、そうそうそう、いきなりダゾンで見られるからね、ユイとの試合、ね、めっちゃ楽しみだ、それチェックしよう。しかもさ、フランスの一部だからさ、パリサンジェルマンとかも戦うんだよ。あ、そうなんだ。対戦相手、あんなにおめでたい遺跡ということで、うん、まあ半年頑張ってもらわないと ね、うん、結果残してもらって、あとはあれだね、カーテル選手がグラスオッパーに移籍しちゃった、うん、タッタ選手も柏レイソル移籍、片山選手も柏移籍、はい、でもそれ以上に即戦力の入団もあったし、残留も大きいし、ね、私は白崎選手が残留してくれたから全力でも楽しい1年を送ります。あとはね、ゆうじくんね。そうだね、ゆうじくん、あきちゃんの旦那さん、うん、ずっと YouTube 見てたから ね、見せてたからね、逆に嬉しいなと思って。じゃあ次の動画はきっと水戸ホーリーホック戦ということで、そうだとなることを願って、ちゃんとチケットよろしくな。チケット担当、クレジットカード持って会社のトイレに駆け込む。よろしく。分かった、では今年もよろしくお願いします。よろしく、私たちの動画をよろしくお願いします。エスパルスも共に J1 に復帰しましょう。しましょう。帰りましょう。帰りましょう。